ドラマの舞台となった東京航空交通管制部東京コントロールはフジテレビネクストで2011年1月19日より各週で放送された 3D テレビドラマ全10話エンルートと呼ばれる航空交通管制をする東京航空交通管制部を舞台にしたドラマドラマは世界初の 3D 連続ドラマとなる撮影は ソニーの協力により 100%3D カメラで撮影されている。撮影に先駆け、プロデューサー、監督、カメラマンはロサンゼルスにあるアバターの 3D 制作チームから指導を受けた。この指導から 3D に適した脚本作りを行い、十分な準備期間を経て撮影に入った。 2D 放送の視聴者が多いことを排除して、制作陣は 3D 版と 2D 版の2種類を制作し、放送している。番組の前には、航空管制に関わるミニ番組、フライ、フライ、フライ、東京コントロール、番組後には、航空業界に関連のある場所をめぐる、フライ、フライ、フライ、機構が応援されている。2012年から、フジテレビ系列の地上波学局でも、 帯ドラマ枠などで順次放送が開始されている。2012年10月14日より、本作の2年後を描いた続編、東京エアポート東京空港管制保安部が、フジテレビ、ドラマチックサンデー枠で地上波放送され、本作の出演者の一部が、東京 ACC から羽田空港管制保安部への移動など、何らかの形で引き続き出演している。 日本上空を飛ぶ多くの航空機は、パイロットが勝手に飛ばしているのではなく、航空管制官が各航空機に指示を与えて飛ばしている。航空管制官というと、空港にある管制塔をイメージする人が多いが、空港管制は空港に発着する航空機を管理しているだけで、空港間はエンルート管制という管制チームが管理している。ACC は、 日本に4つあり最も多くの航空機を扱うのが埼玉県所沢市にある東京航空交通管制部通称東京コントロールであるこのドラマは東京コントロールで働く管制官たちを描いたドラマである鈴木真希はカナダコントロールで研修を受けヒューマンファクターの知識がある中堅管制官彼女が担当するセクターに一人の新人管制官 山田がやってくる。山田の教官は木下。チームには厳しい上官の勇気がいた。関東を担当する。このチームには日本で最も過密な空を管轄するだけあり、次々と事件や事故が起こる。その問題を個性あふれる管制官たちが解決していくのだった。一話完結で各話でモチーフとなった事例がある。地上派ネット局のうちの一部は、 東京エアポート東京空港管制保安部の宣伝としてネットしているつぼねもある。ありがとうございます。